こんにちは。私は今新潟市西区は済生会病院の前に来ています。いやー、雨がひっきりなしに降ってますよ。雨にも負けず今日も西区をコミュニティバスで探検していきたいと思います。さあ、今日のルートはこちらになります。区バス境場ルート、通称Qバスって言うんですね。青山駅、小針駅、そして寺尾駅の南北をこうぐるっと一周するようなルートとなっています。さあ、今日はこのQバスに乗って西区をグルメ旅です。さあ、今回は西区をグルメ旅ということなんですけれども、まずはですね、こちら、今済生会病院の前にいるんですが、外回りで行きまして、境は幼稚園前まで行きたいと思います。なんでもこの近くにですね、絶品サンドイッチを販売しているお店があるそうなんですよ。来ました来ました。お、来たー。よし、行きましょう。失礼します。よし、出発です。すいません、突然。今ちなみに何されていらっしゃるんですか？学生です。あ、そうですか。大学生。はい。あ、そうですか。どうですか、実際西区で住んでみて住み心地はいかがですか？あ、とてもいいと思います。将来なりたいものとかあったりするんですか？社会人になるんですけど、新潟を支えられる人になりたいな。そうですか、よかったです。それはありがとうございます。すいません、突然話聞いてましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。境は幼稚園前。境は幼稚園前、聞こえましたね。では新潟交通先発 W4 次降ります。お待たせいたします。高井は幼稚園前です。降りの際忘れ物ないようにしてください。着きました。ありがとうございました。よし、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。よし、着きました。高井は幼稚園前、この近くにその絶品サンドイッチが自慢のお店があるということなんですね。すぐ、あ、待って、手作りサンドイッチ、サンドイッチベーカリーミッシェルありましたね。あそこかな。いや、絶対あそこですよね。いや、早速行きましょう。お腹空いてきた。行きましょう行きましょう。サンドイッチベーカリーミッシェル、うわ、すごい味があるお店。手作りサンドイッチ、開店20周年感謝祭ってことは結構お長くお店やられてるんですね、きっと。失礼します。あ、失礼します。こんにちは。絶品サンドイッチが自慢のお店ということで伺ったんですけれどもぜひともおすすめのサンドイッチをいただきたいなと思いまして、はいはい、どれがおすすめになるでしょうか？あの20種類以上サンドイッチあるんで、あのこれあれこれ人によって違うと思うんですけども、とりあえず一番売れてるのがミシューのクラブハウスサンド。クラブハウスサンド、じゃあ、これが一番おすすめと、はい、もう一つ何かありますか？あと売れてるのは、はい、フルーツさん、どこでもいろいろやってるんでしょうけども、確かに最近こうフルーツサンドブームでもありますから ね, ね, ね。でもうちずっと前からやってますから、あ、そうですか。そうです。あ、ブームになる前から。もう全然前から。いや、その先駆けみたいなものかもしれないですけど、じゃあすいません、特別にあの店内でいただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。じゃあまずは一番おすすめのミッシェルのクラブハウスサンドから。わあ、いい色、いい、このカリカリ具合じゃあそれではいただきます。うん、あ、カリッカリ、外カリッカリなんですけど、あ、中はジューシーでしょ。うん、トマトの食感もいいですね。そして食べ進めるとこのハムと、あとこのレタスのシャキシャキ感、ハム2種類ありますね。あとね、ベーコンも入ってるんですよ、カリカリのベーコン。あ、だからそれもね、あのアクセントになってるっていう。これドレッシングはこれあれですか、マヨネーズがベースになってたりする？独特の、あの特製のドレッシング、マヨネーズというか、そ
ソース使ってます。中身は企業秘密で、まあ秘密ですねそうなんですね、うん、一種類じゃなくてあの、マヨネーズ、からしマヨネーズも使ってますし、その他にも一つソースとか、うちのサンドイッチの特徴はあの、はい、他では絶対作れないそういうのを作ってますね。うちに来ないと食べれないような複雑な感じに、 あんまりシンプルではないですね。他ではこうバレできないような、あの種類も20種類ありますけど、はい、他ではないのがほとんどだと思いますよ。そして続いてね、あのフルーツサンドいただきたいんですが、鮮やかですね色が。何種類くらいこれ入っているんですか？オレンジとキウイと、うん、あとそれパイナップル、あとねバナナも見えないですけど入ってます。そうですか。じゃあこちらも早速いただきます。あ、うん、美味しい。あ、しっかりそれぞれの果物も味もするんですけど、あの生クリームが全然しつこくなくって、こう他のフルーツを際立たせる生クリームになってますね。そこまでは考えてないですか？本当ですか？生クリームも普通の生クリーム、柔らかいでしょ？柔らかいです。あの持った時からもうそれを思いました、ふわふわだなと。今朝焼いたあの、まあ、パンドニっていうパン使ってるんですけど、これやっぱり今日のうちだったらもうかなり柔らかい、美味しく食べれると思います。地図によってやっぱり変えてます。はい、フルーツサンドも中身変わるし、あの他のサンドイッチも季節によってあの変わってきます。いいですね。何度来ても飽きないですね、そうなると。あ、そういうこと、そういうことです、はい、だからうちのファンの人たちはもう新しいサンドイッチ作るともう、はい、みんな買いますよでそれでそこでいろいろ評価してくれるんで、また、楽しいんですけどね。ぜひこれからも続けていただきたいです。これがどうでしょう、こちらのお店どういうお店にしていきたいと今考えていらっしゃいますか？あ、もうでもね、あのやっぱり今のままの、まあ、地域の人周りに喜ばれるようなサンドイッチを作っていると絶対済まないように、うちあの無休なんですよ。本当だなんであの運用済まないです。ずっとすごいですね。わかりました。もうそれはもうお客さんのためにってことですね。いや、もうまさにそうです。まあね、毎日来るお客様いるんですよ本当に。そうなんですか。いやー、ぜひともこれからもファン大切にしていただいて作り続けてくださいありがとうございました。さあ、ということで続いてなんですけれども、今はこちら境は幼稚園前にいますが、そこからずっと外回りで行きまして、ここ古新ポンプ場前、こちらのバス停まで行きたいと思います。何でもこの近くには西区で有名なラーメン店があるということなんですね。一体どんなラーメンなのか気になります。今大丈夫ですか？それお話ししても、はい、大丈夫です。ありがとうございます。すいません。西区に住まわれてどれくらいですか？確か25年ぐらいかな。あ、25年、そうですか。こちらでお乗り換えください。なんか特別こうよく行く食べ物屋さん、飲食店になったりします。上条城か丘、秋田しか行かないからじゃあもうこのバスもよくじゃ乗られて。はい、乗られてます。そうですか。お、あ、聞こえた。よし、じゃあよし、次止まります。古新ポンプ場前、よし行きましょう。はい、ありがとうございました。よし、さて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 、さあこの古新ポンプ場前の近くにその西区で有名なラーメン店があるということですから、早速行きましょう。もうお腹空いてるんですよ実は。え、あ、福来亭、あ、ここかな。結構綺麗でだいぶ大きな建物ですね。いやー、絶対ここだ。行きましょう行きましょう。来ました、チャーシューメンマラーメン。いや、見てください、このメンマの量すごいですねそしてもうね、あの
香りがいいんですよ。まずスープからじゃあいただきます。あ、綺麗な透き通った琥珀色、いただきます。しみる、おいしい。うん、あ、結構こう醤油の味も濃いんですけれど、この背脂がまたいいですね。このこってり感が非常に美味しい。では麺も一気にすすっていきたいと思います。いただきます。うん、あ、美味しい。麺ももちもちで程よくこうスープも吸っていて、これがまたいいですね。あ、美味しいな。この厚切り、いや結構厚いですよ。わかります、これほら贅沢に切ってます。ではいただきます。うん、お、あ、柔らかい。しっかりこうスープが染みてますね。このこうちょっとしょっぱい感じがまたいいですね。おいしいな。ご主人、あの、はい、スープについてちょっとまず聞きたいんですけれども、はい、このスープちょっとあれですか、あの生姜とかも入れてたりするんですか？入れてないです。あ、生姜は入れてない。じゃあこれは何だろう、え、煮干しなのか。煮干しですね。煮干しの香り、煮干しだけです。あ、煮干しだけですか？だけなんです。はい、ダイレクトに煮干しで出汁を取って、はい、普通に醤油、それだけです。あ、シンプルにそれだけなんですね。それだけです。はい、それはずっと、まあ、その作り方はそうなんですよね。一番儲からないやつなんです。ご主人は何代目でいらっしゃる？はい、うちの親父から習って2代目になるんです。あ、はい、そうですか。はい、先代とか比較されますから、まあまあまあ、それでも自分が美味しいと思ったら出せばいいかなっていう感じで、はい、やってます。でもあの2代目が辛いっていうところはなんとなく僕もこの番組に関しては2代目 MC ということなんでなんとなく分かるところはね。でもね、我慢しなきゃいけないのがたくさんあるからそうですね。グッとこらえてやっていくしかないですよね。そうですね。またこう新しく生まれ変わるふくらい亭さんもまた楽しみにはしておりますので、はい、はい、いやー、ふくらい亭さんのラーメン美味しかったな。もう大満足です。さて続いてはですね、まあ、今古新ポンプ場前にいますが、一度戻りまして小針駅前に向かいたいと思います。まあ、外回りでずっと回ってきたんですけども、内回りもあるんですよね。で、何でもですね、この小針駅前のあたりにはですね、西区民御用達の絶品スイーツがあるんです。それでは最後はスイーツで締めましょう。楽しみ。小針駅前でございます。 JR 越後線をご利用の方はありがとうございました。よし、さあさあ着きました。小針駅前、ここですね。さあ、この小針駅の近く、この辺りにその西区民御用達のスイーツがあるということですからね。どんなスイーツなのか、いやースイーツ締めましょう、早く気になる。あ、ここですね。お惣菜とアイスクリームってなかなかこの組み合わせ珍しいですよね。メゾンドシェフさん、あ、見て見て、越後姫シャーベット始まりました。うわー、すごい惹かれる文字、これも気になるな。よし、じゃあ早速入っていきましょう。失礼します。あ、こんにちは。いやー、わ、すごい店内も、あ、アイスがあったり、その隣にはお惣菜。いやー、でもアイスとお惣菜ってまた珍しい組み合わせだなと思ったんですけれども、あの、はい、今ですね、西区民御用達の絶品スイーツがあると聞いてこちらに伺ったんですけれども、はい、ありがとうございます。そのスイーツってどんなスイーツなんですか？ブラウニーのことですかね。こちらのブラウニー、チョコレートブラウニーになります。こちらですか？はい。濃厚チョコレートブラウニー、はい、また150円で非常にリーズナブルですね。安いと思いますね。わあ、気になるな。じゃあ特別に店内でいただきます。いただきます。うん、濃厚、うわー、美味しい。あ、でも結構ビターで
うん、大人の味もしますし、これはアーモンド、クルミ、クルミになります。クルミですか、はい、この食感もいいですね。ただチョコレート、あのカカオ分 125% 使ってるんで、 125%、はい、そのまま食べるともう苦くて食べられないようなすごい濃いチョコレート使ってるんですよ。そうですか、はい、そのカカオもじゃあこだわっていらっしゃる。そうですね、フランス産の、 あのバローナっていう会社のチョコレートを使ってます。あとすいません、はい、一つ気になったものがありまして、はい、エチゴ姫シャーベット始まりました、はい、また惹かれる文字がありましてぜひともそのシャーベットもいただくこと可能ですか？はい、かしこまりました。大丈夫です。よかった。シャーベットはあの崩れやすいんで、ぜひこのまま召し上がりください。あ、このまま。わかりました、はい。ありがとうございます。はい。いや、あの、色がまずびっくりですね。かなり赤みが濃いですね。そうですね。水も一切使ってないです。え？もう本当、いちごの水分。あ、そういうことですか。はい、あと、果糖は入れてるんですけれども、はい、もう水分は全部越後姫です。すごい。そのシャーベットではこれも早速いただきます。おお、あ、すごい、いちごだ。うん、いちごのシャーベットっていうよりも本当にこういちごそのものを食べてるような それぐらいの濃厚さがありますよ。でまた確かに越後姫ならではのその甘みの強い感じも、はい、そうですね、もうそのまま楽しめますね。もう本当いちご好きにはたまらないシャーベットに仕上げております。いや、これちょっとびっくりだわ。すごい。こちらはいつ頃からお店開いてるんですか？うちは今年の10月で、10月1日でちょうど丸10年になります。あ、丸10年ですか？はい、丸10年ですね。家族でやってるんですけれども、はい、父と母と3人でやっております。またこうお惣菜とアイスっていうのは、まあ、基本的に父がずっとホテル新潟の総料理長やってたんですよ。私はアイスクリーム屋さんもやりたかったっていうのが小さい頃からありまして、はい、で一応まあ父もアイスクリームも作れたので、へえ、じゃあそれぞれがこうやりたいものがこう結集したお店になってらっしゃる。で、美味しいものを低価格でレストランの味をご家庭で味わっていただきたいっていうコンセプトで始めたんですよ。なのでデザートとしてアイスクリームも、まあ、コースっぽくも楽しめるしっていう、もうレストランで食べる感じを家で食べれたらいいなっていう思いで、はい。チームの料理でも作られてたんですね。そうですね。なんか1日7食だったからすごいいっぱい食べるみたいで。あ、やっぱそうなんですね、はい、どうでしょう、まあ、これからもきっとずっとこちらでやられると思うんですけれども、はい、どういった形でこのお店続けていきたいと今考えていらっしゃいますか？とりあえずはもう父が基本的に料理は中心で全部作ってるんですけれども、まあ、体が元気なうちは、まあ、家族3人で細々と長くできたらいいなと思っております。ですね、とにかく細く長く、そうですね、地域密着でということなんですね、はい、そういう形で。あ、素敵だな、なんかこれからも続いてほしいなって思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。